二人を乗せた青岳は、まもなくガビ山へ舞い下がりました。そこは、深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が、茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人石の絶えた山ですから、あたりはシーンと静まり返って、やっと耳に入るものは、 後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が高々と夜風になる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄刊子はとゅ春を絶壁の下に座らせて、俺はこれから天井へ行って西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい。 多分、俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底、仙人にはなれないものだと、覚悟しろ。いいか、天地が裂けても黙っているのだぞ。と、言いました。 大丈夫です。決して声などは出しはしません。命がなくなっても黙っています。そうか。それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人は年春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。 とししゅんはたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。すると、かれこれ半時ばかり経って、ざ山のやきが肌寒く薄い着物に通り出したこく突然空中に声が上がって、そこにいるのは何者だと叱りつけるではありませんか。しかしとししゅんは、 千人の教え通り、何とも返事をしずにいました。ところが、またしばらくすると、やはり同じ声が響いて、返事をしないと、立ちどころに命はないものと覚悟しろと、いかめしく脅しつけるのです。としゅんはもちろん黙っていました。と、どこから登ってきたか、 乱々と目を光らせた虎が一匹、骨然と岩の上に踊り上がって、突瞬の姿を睨みながら一声高くたけりました。のみならず、それと同時に頭の上の松の枝が、激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、人だるほどの白棚が一匹、炎のような舌を吐いて、 みるみる近くへ降りてくるのです。トシしゅんはしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って互いに隙でも伺うのか、しばらくは睨み合いの手でしたが、やがてどちらが先ともなく一時にトっシュンに飛びかかりました。が、虎の牙に噛まれるか、 蛇の下に飲まれるか、とっしゅんの命は瞬くうちに亡くなってしまうと思った時トラとき、虎と蛇とは霧のごとく夜風と共に消え失せて、後にはただ絶壁の松が、さっきの通り高校と枝を鳴らしているばかりなのです。とっしゅんはほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。 すると、一陣の風が吹き起こって、墨のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや稲や、薄紫の稲妻がにわに闇を二つに裂いて、凄まじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨も、いきなり堂々と降り出したのです。 年春はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくはさすがのガビさんも覆えるかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が、 トしシュンの頭へ落ちかかりました。トしシュンは思わず耳を押さえて、一枚岩の上へひれ伏しました。が、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも、茶碗ほどの北斗の星が、やはりキラキラ輝いています。してみれば、今の大嵐も、あの虎や白だと同じように、 鉄管子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。とっしゅんはようやく安心して、額の冷や汗を拭いながら、また岩の上に座り直しました。が、そのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っているところへ、金の鎧を着くだした、身の丈三畳をあろうという、おごそかな心象が現れました。 新章は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を都市俊の胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こらその方は一体何者だこのガビ山という山は天地開脈の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからず、たった一人、 ここへ足を踏み入れるとは、ようやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら、一刻も早く返答しろ、というのです。しかし、とっしゅんは、老人の言葉通り、黙念と口をつぐんでいました。返事をしないかしないな。よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり、 俺の剣族たちが、その方をズタズタに切ってしまうぞ新章は、矛を高く上げて、向こうの山の空を招きました。その途端に、闇がさっと裂けると、驚いたことには、無数の新兵が、雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆、槍や刀をきらめかせながら、今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。 この景色を見た突襲は、思わず、あっと叫びそうにしましたが、すぐにまた、鉄管師の言葉を思い出して、一生懸命に黙っていました。心象は彼が恐れないのを見ると、怒ったのを怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り命は取ってやるぞ。 心象はこうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて、一月に突瞬を突き殺しました。そうしてガビさんもどよむほど、カラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の心兵も、吹き渡る夜風の音と一緒に、夢のように消え失せた後だったのです。 北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず、高々と枝を鳴らせています。が、年春はとうに息が絶えて、仰向けにそこへ倒れていました。